方私鉄でも屈指の中古車両の寄せ集め電鉄として有名な、香川県に本拠地を置く高松琴平電気鉄道、琴電。そしてついにその琴電に完全新製車両が導入されることが発表されたよ。現状車内デザインのみ公表されていて、おそらく車内のデザインやアコモデーション、座席配置や座席形状から見るに、総合車両製作所が製造するものだと思われるよ。車内の振動を抑える空気バネ台車や温湿度センサーによる空調や、琴電としては初となる VVVF など、新機軸を大量に導入して、従来の古い車両を粉砕する方針とされているよ。また琴電としては初の LCD であり、香川県内で走る電車としては初のドア上部 LCD となるよ。LCD は公表されているデザインから、阪神5700系や阪急線系、静鉄3000A 型などで用いられる、芝統制32インチハーフサイズ LCD と見てわかるよ。また、この方式の LCD では片方に駅、片方に沿線案内や広告を流す方式があり、おそらく琴電の沿線案内や沿線広告が流されると思われるよ。その他、文字の下の線の漢字などは阪急の LCD よりも、阪神や静鉄の方に寄せている感じで、従来導入されている阪急、阪神、静鉄にはない点として、上部に走行区間を表示している点があるよ。そして座席の配置などはドア間に、車椅子スペースなどが設けられているほか、ドア部分に黄色い床があったりするため、おそらく同じ18メートル車体の静鉄 3000A 型ベースなのではないかと思われるよ。ちなみに譲渡車両ではなく新型車両を導入する意味としては、最近の譲渡できる車両の値段高騰などが理由として挙げられるよ。2026年度に、65年ぶりとなる新製造新型車両を導入することで、まだ車外イメージや導入路線や両数ははっきりしていないけど、同じく四国の地方私鉄で新型車両の導入を予定している伊予鉄とともに、新型車両の導入で四国地方がどう変わるか、今後に期待していきたいところだよ。